面白い結果ですね。ということで出ました英語。じゃあ続いて数学です。法政大学デザイン工学システム A 方式、明治大学情報コミュニケーション。これで分かったことない。スポカだ。半分必要ですね、必要ってこの野田やってまいりました。むちゃチャンネルさあ久しぶりにやってまいりました。はい、カスコです。さあ面白い結果ですね。受けたマーク模試って言わないのかな、共通テスト模試、共通テスト模試、はい、のその結果でございます。どうだったのか、自己採のねやつも出てますけど、点数と実際の点数と、まあ、志望校判定もありますので、そちらあれなんか開けないとかっていうやつえ、開けました開けないっていうのはないですね。はい、まずうわあれじゃん、これ横から見えないようにしてるやつ私これフィルター全然見えないはいということで、出ました。英語81点ですね、リーディングが。で、偏差値 65.8。学力レベル S じゃないですか。あらら。何なんですか何をもってなんだろう相対評価。相対評価ですか、ね、相対評価で、S ですから、A よりも上ですよ。え、これ、合ってましたか？合ってました。自己採点と。で、はい、解き終わってない分、はい、10点分あったんですけど、解いたら間違えなかったんですよ。だから、時間さえなんとかなれば9割いける。9割いける。でも時間あってが足りてこそのものなんで、それはダメです。そうなんですね、もったいなかったですね。じゃあ早く解けるようにならないとってことです。でリスニングですが84点ですね。これも自己採点合ってました。はい、合ってました。で偏差値 65.8、こちらも同じ偏差値で学力レベル S と。おー、やりましたって言っても受けたことないからね、感覚がない。感覚がない。偏差値とかこだわってこなかったでしょ多分。はい、そうですね。さっき道端で小学生の男の子にお父さんが偏差値っていうのはこうこうこうでこの点数ならこれぐらい出るよって息子に語ってました小学生からと思いながら。はい、ということで、まあ英語はどちらも、はい、学力レベル S だったということで、これはでだ足すと、はい、165点になると。で偏差値 66.7 ということで、はい、英語はできるということで、ただ文法できませんからね文法そんな、ね、はい、ちっちゃい頃から触れてきたということで、はい、なるほど。じゃあ続いて数学です。数学 1A ですね。はい、43点はい、偏差値48、学力レベル D です。一気に、はい、これは合ってました。合ってました。多分合ってました。はい、ちょっと合ってた。合ってたけど多分合ってた。分かんないです。だけどなんとそして数に簡単だったとかっていう声が多かったやつだったね。それが50点で偏差値 50.3、学力レベル C。 これは合ってましたか？自己採点50ちょいだった気がする。50ちょいだった気がする。でも50ってことはダメじゃん下がってるじゃん。そしたらなんででしょう。それ間違えたのか、はい、マークミスしたのかどうなのか分かりませんが、はい、ということで足すと93点ですよね。 1A2B 偏差値 49D 判定ということでございました。数学大丈夫なのかですね。ちょっと後で聞きますけど本当にちゃんとできてるのか。続いて国語。あ、そっか、150点満点ですね。漢文受けてないから。なんで、97点ということで、これでもどういう配点で97ってなの？これ200点満点でやってない多分そうです。そうですね。200で判断されてるから、偏差値は47になってる。なるほど。そうか。正しい判断は難しいですね。これは、はい。漢文受けてませんので。そうか、そういう状況が起こってしまうね。で、S 国総合の点数出てくれないんだ。なんでなの？足してくれないんですけど、なぜなんですか？これはダメですって、漢文受けてないからダメですなのか分からんけど、はい、まあ54ぐらいの偏差値で C ということでした。だから国語がちょっと正しく判断できないので難しいですね。はい、じゃあ判定いきましょう。はい、あ、出ました。いっぱい書いてある。はずきと大違い。全部埋めました。はい、全部埋めて、まず最初が法政大学デザイン工学システム A 方式 E。こういうふうに出るんですよ、順位が。はい、順位が出まして、第一志望者126人中29位、偏差値 52.7、総志望者でいうと422人中107位、偏差値 52.8 と、はい、そういう形になりますね。はい、やっぱ数学が足を引っ張ってますね。英語は高いですけど。で、法政大学デザイン工学システム T 日程ですね。はい。T 統一ですね。はい。統一の方が、あれ ?8 人中1位って、偏差値 47.5 って。どういうこと？これを見て意味がわからないんですけど。この中で測ってるわけじゃない。めっちゃ平均偏差値低い。47.5。あ、これはあくまで全体の中でのこの8人の偏差値でしょ。8人しょこしょこだから、この偏差値。あ、これが、あ、これ、あ、分かった。合格じゃないですよ。これが自分だと思ったんですよ。でも8の1だからどうなるんだって思ってました。今理解。あなたの偏差値はこれ以上だって50。ああ、そういうことか。でボーダーは60だから。だから足りてませんよっていうことですね。はい、なんで66日総死亡者数は14人。ああ、でもまあ本番はね、受ける人多分もっといると思うんで。はい、みんな隠してるんですか？そうね、なんでこんな書かないんですか？隠してるっていうか、まだわかんない。そもそも現役生はどこ受けるかとか全然決めてないんで。で、さっきのやつもそうだから偏差値こっちですかね。自分は57.4でボーダーで平均。あ、わかりました。はい。で、次に書いたのが、明治大学情報コミュニケーション、情報コミと言われるやつですね。偏差値 57.3 で、多いですね。第一志望512人中118、偏差値 52.4 が平均。第一志望に書いてないのにどうしてですか？第一志望のところにぶち込まれる。ぶち込まれるんですか、勝手に。なるほど。意味わかってください。はい、で、総死亡者1860人、多いね、やっぱね。618、やっぱ明治の人気はすごい。明治がやっぱりナンバーワン。はい、次は早稲田、あ、人科、人間情報科学文系、第一志望者46人中25位で、203人中139位で総死亡者、なるほど、62.5 がボーダーラインです。はい、この辺にいますよみたいなのも出るよね。もっと詳しく出るね。で、これで分かったことがあるんですけど、スポカだ、半分必要です。私今日ってこのスポカだけのために、スポカに、スポカは受けたいです。受けたいんじゃん。はい、受けたいんじゃん。だから漢文必要だったんです。もうこれじゃあ、これだって判定できないじゃん。じゃあ漢文なしで判定してくる。ああ、だから漢文0点で判定してるってこと。つまりはだから246人中88507人中195。なるほど、そうなんだ。偏差値じゃなくて点で書いてるんだ。39、ボーダー156。なんでですか？なんで？そうなんじゃない？小論文、小論書けんの？だって一生懸命坂上が書いてたやつですよ。でもまだですよね、それ。もうちょっと先じゃないですか、小論やる。もう9月ですけど。9月にもう小論の対策するんですか？いやいや、後の人もいるよ。後の人も全然いるけど、現役生とかとか、浪人生はもう4月からやってるからね。小論文？やってる人多い。12ヶ月もないけど、やってる人が多い。だって浪人した時は小論は最初からやってました。はい。ということで、漢文受けるんじゃん。ここは青学だ。受けないです。総合文化政策128日中5位。あ、本当だ、59.9。惜しい。ボーダーライン60です。これボーダー60で D なんですか？だからボーダー行くと C ってことですか？これ。ボーダー行くと C なんだ。C でだって五分五分じゃない。C で五分五分。C で。あ、なるほど。で15位で総死亡者数の中が165位と。あ、なるほど。受けないんですね。これが一番惜しい。惜しいんだ。今のところはね。明治、日本文学、日本文学数学で受けれんの？受けれます。受けれんだ。あれ違う、これ全学部だから数学で受けれてるけど、実際受けるか分かんないです。なるほど。で182中74。あ、いい判定でございます。だから青学文学部比較芸術全学部入試、多分受けないですね。定員5って書いてある。定員5しかいないんだ。40人中20位、半分、226人中100位。なるほど。青学行ったら葉月、同じで。最後、法政スポーツだ。A判定。スポーツに興味あるんだ。スポーツ大好き。坂上が落ちたところだよ、これ。法政スポーツって。146人中4位、総志望668人中35位。あら、スポカ？スポカ？スポカ行って、ここの法政も受かったらすごいじゃん。第2の坂上とか超えちゃった。坂上なっちゃいますね。そうか、なるほど。なんでスポーツ大好き？あ、そうだ、ヤクルトスワローズ大好きだよ。はい、なるほど。こういう感じでございます。じゃあ、まあ、スポーツ、野球がってこと？ピーでいいですか？はい。なりたいです。ここピーなの？別にいいじゃんって。別にいいじゃんって思うけど。坂上バスケのトレーナー的なのになりたいからって。ってたから NBA 選手と会えたりしたわけです。 NBA 選手と会ったんですか？いや、インタビューしたやん。インタビュー動画出てる。ごめんなさい。世界的なスターに会ったりしてるわけです。それ言っといたからですからね。今どうやってやってるんですか、その勉強は。